宮古島台風は、1959年9月に、アメリカ統治下の沖縄県宮古島付近を通過し、同等に大きな被害を与えた台風である。あとの1966年1968年にも、宮古島に台風が襲来したことから、第一宮古島台風とも呼ばれる。宮古島台風の進路図1959年9月12日。 マリアナ諸島付近で発生した熱帯低気圧がグアム島沖で台風14号に昇格。14号は発達しながら西北西に進んで15日19時頃には中心気圧905ヘクトパスカルの猛烈な勢力で宮古島を通過した。その後は東、シナ海を北上した後に津島海峡を抜けて韓国の軽症南道付近に上陸、通過。そして、 日本海へ進み、18日夜には、宗谷海峡付近を通過し、19日9時に温帯低気圧に変わった。宮古島速攻所では、最大風速秒速53.0メートルに加えて、最低気圧908.1ミリバールを観測し、1934年の室戸台風の際に記録された911.6ミリバールを更新する。 日本国内での記録となった。この記録は後に1977年に沖の選ぶ台風によってさらに更新された。米国統治下にあった琉球政府の琉球気象台はこの台風を宮古島台風と命名した。また日本の気象庁は1966年9月に宮古島近海を通過して、 大被害を出した昭和41年台風第18号を宮古島台風と命名しようとしたが、琉球気象庁の申し入れにより、第2宮古島台風と命名することとし、同時にこの台風を遡って、宮古島台風と命名した。宮古島では、島の7割の住家が損壊した。この台風は、暴風域が広く、九州や北海道では、 秒速25メートルを超える強風が吹いたため、長崎県や北海道を中心に、波浪や高潮による、侵害水や船舶被害が大きかった。例えば、青函連絡船、マシューマルは、遭難寸前となった。韓国全土では948人の死者、行方不明者が出た。この数は2020年8月現在も、なお台風による最大の犠牲者数となっている。 台風通過時に、釜山市で観測された最低気圧951.5ヘクトパスカルは、朝鮮半島で近代的な気象観測が始まって、以来、半島本土で計測された最低の気圧で、2015年現在でも破られていない。ありがとうございます。